こんにちは。今日はリクエストをいただきまして、ショパンの春という曲をピアニーノで弾こうと思います。実は私この曲知らなくて、春というタイトルも聞いたことがなくて調べました。そしたら遺作だったんですね。で、遺作というとちょっと響きが遺書みたいなので、晩年に書かれた曲って誤解される方がいらっしゃるんですけど、遺作っていうのは亡くなった後に発見されて発表された曲のことを言うので、若い頃に作曲された曲もあれば、いろんな時期に作曲された曲があるんですね。で、この春という曲はショパンが歌曲、歌の曲として作曲したものをピアノのために編曲し直したものでした。でね、この春っていうタイトルなので、なんかあったかいお花が咲くようなイメージをして譜面を見たら短調だったんですね。で、ああ短調暗いんだと思って弾いてみたら、ああなるほどって思うところがあって、夜明け前って最も暗いですよね。そういう暗さかなと思いました。それとか今の時期、暦の上では春だけど、まあ最も寒いですよね。だけどお花や草木や種は着々とね、芽吹いたり花開く準備を進めて、その中でぐーっとこうエネルギーを溜め込んでいるっていう、そういう暗さなのかなって思いました。でね、ショパンの曲とかショパンという人の生涯には、その根底にね、とても美しい悲しさとか暗さっていうのが流れていると思うんですね。それは宿命的なもので、若い頃に結核にかかってしまって生涯それで苦しんで、そして結核で亡くなるわけですが、まあ、常に死と隣り合わせの中作曲を続けたっていうこともありますし、そして20歳の時にね、祖国のポーランドをたまたま旅行で出た時に、ポーランドが革命で失敗してしまって戻れなくなってしまったんですね。で、そのままパリに住んで、パリで活躍して、そしてパリで亡くなる間、二度と祖国の地を踏むことはなかったんですよね。そういうね、なんかこう宿命的な暗さっていうかは、もう彼の生涯や作品に影を落としていて、でね、この曲が本当に、もう終わっちゃうのっていうぐらい短い曲で、そしてとてもシンプルな曲なのに、その中にそのショパンらしさっていうのがもう本当に溢れていて、すごいなって思いました。で、この曲についてちょっと調べたいなと思った時に、全然情報がなくって、手がかりがなくって、で、まあ、分かることは2つかなと。1つはその春というタイトルがポーランド語で書かれていたんですね。で、それってとっても珍しいことで、普通フランス語とかで書くので、そこにもきっとショパンなりの思い入れがあったのかなってちょっと感じました。何かね、そのまだポーランドにいた頃の幸せな思いや、もう行かれないっていう諦めや、わからないですけどね、いろんな思いがあるのかなって思いました。で、もう一つの手がかりが、この曲が作曲された年、1838年なんですね。で、1838年って見て、あ、そうなんだって最初思ったんだけど、あれ?と思ったら、このピアニーノが生まれた年が1838年なんですよね。で、なんかがぜん興味が、みたいな感じで、あの去年のクリスマス頃にピアニーノが歌う賛美歌シリーズって8回ぐらい動画を上げたんですけど、その最後の方で
ちょっと1838年あたりの妄想話をいろいろしてるんですが、簡単にお話しすると、このピアニーノとほぼ同時期に作られて製造番号がとっても近い兄弟ピアニーノというのがいて、それは今スペインのマヨルカ島のバルセモサ修道院というところにいます。そしてそのピアニーノは世界一有名なピアニーノですっていう話をしたんですよね。なんでかっていうと、1838年、ショパンは女流作家のジョリュジュサンドと大恋愛中でした。そしてパリの冬は寒いので暖かい南の島でバカンスを過ごしましょうっていう計画を立てて、スペインのマヨルカ島を選んでそこに滞在することにしました。そしてピアノが必要なのでパリで買ったピアニーノをマヨルカ島まで運びました。そのピアニーノがこのピアニーノと兄弟なので、まあ、このピアニーノの初代オーナーのロジャーさんという人がテノール歌手だからもしかしたらショパンと友達なんじゃないのとかって、でだったらショパンはこのピアニーノに触ったことがあるんじゃないのみたいなとこまで妄想がいっちゃってるお話なんですけど、でもね、あ、その1838年にこの春を作曲したんだって思うと、なんかね、がぜん親近感みたいな、あの年、別に私がその時期生きてたわけじゃないんだけど、でもあの年あの空気感かみたいに思ったりもしました。ではショパン作曲の春という曲を弾いてみようと思います。こんな曲でした。なんかね、瞑想的というかね、こうぐーっと内に入るような、マインドフルネスじゃないけど、そういうなんかね、不思議な力を感じる曲だなって思いました。素敵な曲を教えてくださってありがとうございました。ではまた。ありがとうございました。